です。今回はデーバだった回やろうと思います。で、あのニューマークが消えてるんですけど、初見なんですよね。初見じゃないんですよね。だから、あの最初これプヨ出てきて内部弱点だから最初この編成で行って貫通クエかなと思ってみんな貫通にしてきたんですよ。そしたら捨て身で実は貫通クエじゃなかったっていうことが判明して、この編成に戻してまたやっていこうと思います。なので知ってるのは捨て身まで知ってる。なのでそこから先は知らない感じですね。ここ内部弱点だから、ああもう終わったなと、あのデクで遊ぼうかなって思ったけど、ちょっと無理そうだなって思って諦めたけど、実は捨て身から普通に行けたんですよね。で、あと魔法陣も多分そんなに多くなさそうな気がする、まあ、こんな感じなので、殴り火力強いやつ連れていけばなんとかなるかなってのと、弱点強化枠でメタトロンで、ワンパン要因でデクで、まあなんとなくなんだっけ、この HP のあれで夏なので、まあこう打ってで、こう打って、まあ、こんな感じなので、結構反射でもいけそうな感じでね。なので、まあ、全然これで大丈夫そう。だからまあこれで貫通になって、これで倒して何もできないで、今日徹夜しちゃったんですよね。徹夜、いやあんまりこういうの言っちゃうと良くないかもしれないんですけど、徹夜しちゃって、で何してたかはまあ、言わないんですけど、いやー徹夜しちゃったわーみたいないやでもあれあるよね、なんか友達からなんかすごい、あー俺寝てねーわーみたいな、そういうあれあるから、あーやべ、何これどうしよう。これひよこになるし、はい、くそーダメだ、うまくいかねえ。そしたら、こう打って、で、この間を避けて、ここで貫通に、やっぱ激種変化パネルが、すごく邪魔なんですけど、これでクルパネタンして、はいはいはい。あ、そういえば、なんだっけ、ちょっと前にコロナの話したじゃないですか。で、コメント欄でコロナの話したら危ないですよ、みたいな感じのこと言われたんですけど、ちょっと前に YouTube でコロナのこと話題にしても大丈夫になったんですよね。なんか、それ、今でもダメなのは、なんかいたずらな、なんか適当なことをブグクルネに寝っちゃいました、みたいな。そういう再生数を稼ぐために嘘言ったりすることと、あと何だったっけ、何だったっけ、あと何だったっけな。あとは、なんか、いたずらな情報、嘘情報とかを言ったりとか、あとなんだったっけ、なんか、いろいろ、なんか、条件はあったけど、な、結構大丈夫になった、普通に話す分には。だから、もうコロナでって言っても、特になんかダメみたいな感じのことじゃないんですよね。で、こう打って、で、めちゃくちゃ失敗して、でもこれカエサルゲーなのかな、なんか別にカエサルじゃなくてもよくねみたいな感じにはなってる気がする。まあカエサルが一番強いのかな。うわなんかキモ、手4つになってる。うわセラフィムガンダムかよ。うわマジか、もうガンダムダブルオートもコラボしてきた。ちょっと待って、こしたらとりあえずこれ縦勘でいいか。こう打って、ちょっと、そしたら、まあ、これはひよこになります。あ、そんなところにいたの。うわ、マジでセラフィムじゃない。なんでセラフィムって言ってるか、ガンダムダブルを見たらきっと意味がわかるはず。これ縦勘で、やっぱ、メタトロンの方が強くね。あれ、アジンだったっけ。うわ、アジンだから、だからデクで強化されてるけど、それでもあれなのか。いやー、やっぱカエサルよりもメタトロンゲーかもしれない。で、こう打って。で、多分これ、普通のデーバだったと一緒できっと、あれじゃない?戻るんじゃない?ほら。ただ、内部弱点だな。まあ、これで。デクでも使えるかな?確か普通のデーバだったって、直殴り倍率そんな大したことなかったから、あれだったような気がする。お、これいいんじゃない?
そうだ、忘れてた。今もうすごい貫通から反射でカンカンできるねみたいな感じのノリでやってた。そしたら、あ、こっちはいけるな。はいはい、これは一体どう、こう打ってこう打ってこう打って、いやーこれ結構めんどくさいぞ。もういいや、とりあえずハス倒して、多分ね本体を出した方がきっと楽な気がするんですよね。なので本体出して、おーでひよこになって、これひよこでしょ、こう打ってで、これでひよこ、おお、うわー、そのパターン、そのパターンはダメよ。じゃあ、なんでこれ、キラー乗ってる。で、これで倒す。で、ボス戦入る。うわー、ひよこから始まっちゃうからな。でも多分これ、普通のデーバだったとしてなら多分、ハス倒す。うわー、めんどくせえ。しかも、貫通ばっかじゃん。こうなる。劇種変化パネルがないから劇種変化パネルないから、これあれでしょ、何もできないでしょ。あ、でも一応倒せるのね、無理やり。でそしたらあとは、まあ、これでこう打って戻って、でとりあえず問題としてあとは、おデクさんこれで剣持ってあれ打てるじゃん。いや、これはもう勝ったでしょ。こう打って横噛んで、でこれで、まあ、とりあえずひよこから戻っておく。であとはカエサルで、そしたら SS 使うか。これで縦噛んでとりあえずあいつら倒す。で覚醒すると思うから多分大丈夫でしょ。多分暴れればなんとかなる。よしよしよし。でメタトロンで弱点強化してデクでパンして終わり。いやでもちょっと反撃モード怖いな。おお、危ねえ。これ縦勘で何もしない。でメタトロンで縦勘して、あぶねえ。でこれでこれ縦勘で、はい、でゲージ切ってあんまり削らないようにして、でもおーおお、あぶねえ。でもバイタルキラーが全く乗ってない状態になっちゃったけど、どうしよっかなこれ。いや、まあしょうがないな。はい、どうだこれ、いけるかな。1200万。これはどうなるかな。うわー、デク対策されてる。バイタルキラー乗ってたらよかったかな。で、お、うわー、あとちょっと光ついてたっけ。うわー、対光ついてたらいけてた。そういうことね。なるほど。じゃあこれで、まあ、適当にやって、まあ、最後はナツさんのあの得意のあれして終わろうかな。多分いけるでしょ。まあ、これは、ゲージワープだった。ゲージワープか。じゃあ横勘でいいや。はい。多分これで倒さないでしょ。で、この獣だけ倒す。で、あとは、この夏さんのやっぱかっこいいところも見せておかないと、もうみんなガチャ引きたくなっちゃうからね。運営さんにちょっとこびておきます。で、これで。ちょっと、いや、これはちょっと失敗したかもしれない。うわ、運営さんごめんなさい。もしかしたらこれで売り上げ下がっちゃったら、特に弁償はしません。